さあさドレスに着替えて世界一のお姫様踊りまし。そっか、子供の習い事か。レイとメイにも早めに教育させた方がいいかも。でもあの子たちどういうのに興味あるのかしら。なぜか恋愛とか男の人にはすっごく興味があるみたいだけど、これは本人たちに聞いた方が早そうね。レイ、メイ、ママからちょっと相談があるんだけどって。あれ？いない。どこ行ったのかしら。池くんもいないし。ワン、ワン。あ、そんなとこにいたの？珍しい、中庭にいるなんて。レイ、メイ、何してるの？ママ、今日はみんなでお茶会してるよ。あ、そう、お茶会、なんか主婦みたいね。池さん、ダメよ、旦那がいるわ。おん、ついに池くんまで巻き込んでる。二人とも何かお勉強したいこととか興味あることない？保育園以外にも学校に通ってもらおうかなって思ってるんだけど。パパが読んでた雑誌の一番後ろに載ってた一番モテる女塾っていうとこ行きたい。ねえ、お願いだからもっと可愛いものに興味持って。これはたっちゃんに相談するか。え、習い事？まだちょっとレイとメイには早いんじゃないか？そんなことないよ。最近の子供は保育園の時からいろんな習い事言ってるのよ。そういうところで将来差が出るかもしれないんだから。習い事ね。まあ俺は空手とかサッカーとかそういうのがいいけど、レイとメイ女の子だしな。やっぱりあれかな、ピアノとかそういう方が女の子らしくっていいかな。でもさすがにピアノは家に置けねえぞ。パパ、ミルクって牛乳なのになんでミルクなの？うん、それはだな、牛乳のことを英語でミルクって言うんだよ。そうなんだ、いっぱい言葉があって難しいね。そうだ、英会話教室とかいいんじゃない？レイとメイおしゃべりも好きだし。確かにそれはいいかもしれないな。将来すっごく役に立つものかもしれないし。決まり。それじゃあ体験入学申し込んでみようかしら。今日もミルクがデリシャス。さあもうちょっとで着くわよ。頑張って歩いて。歩こう歩こう脂肪燃焼。ほんと興味ある言葉が変わった言葉多いんだから。確か体験スクールを申し込んだのはここね。レイ、階段だけど頑張って登ってね。ママ、多分もうちょっとで落ちる。ママ、今日ファンデ来い。すみません、今日体験を申し込んだ佐藤なんですが。いらっしゃいませ、ご予約いただいてた佐藤様ですね。本日は幼児向けの英会話スクールに申し込んでいただきありがとうございます。それでは担当してくれる先生を呼んできますので少々お待ちください。普通そんなところ乗ります？ママ、先生ってさっきの先生みたいな人？さあどんな先生が来るかわからないわね。女の人かもしれないし。女の人だったら帰ろう。それおじさんだったら逆にどうするのよ。すみません、お待たせいたしました。本日英会話の授業を担当させていただきます、ブルーと申します。よろしくお願いいたします。佐藤です、よろしくお願いします。あー、綺麗な顔に綺麗な瞳、綺麗な髪色。確かお名前がレイちゃんとメイちゃんでよろしかったですかね。本日は体験ですので、ぜひお母さんも一緒に授業をお受けください。レイちゃん、メイちゃん、よろしくね。先生はどうしてそんな綺麗な目をしてるんですか？それはね、僕はハワイ出身なんだ。その辺の自己紹介も後で授業中にするから、いっぱい覚えて帰ってね。はい、先生の足のサイズから全部覚えます。まあやる気出てるからいっか。ハローエブリワン、グッドモーニング、みんなおはよう。今日は新しいお友達が遊びに来てくれたから、少し僕の自己紹介をするね。僕の名前はブルーって言います。みんなブルーって聞いたことあるでしょ。
そう、僕のこのスーツとか髪の色と同じ青色の青のことだよ。レイちゃんとメイちゃんもこの文字が書けるように頑張って覚えてね。はい、佐藤ブルー先生ですね。よろしくお願いします。なんで佐藤になったんだろう。結婚したら名字が同じになるって言ってました。レイ、どちらかというと男性の方の名字になるのよ。それじゃあ授業を行います。これはなんて読むかわかる人いるかな。ちなみにこの英語の意味自体はリンゴだよ。はい先生、わかります。ママやパパが使ってるスマホと同じです。お、もしかしてママとパパは iPhone を使っているのかな。そこの会社と同じ読み方だね。なんて読むでしょう。うわ、わからないから顔隠してる。はい、メイわかる。お、じゃあメイちゃんのアンサーチェック。アンサーチェック。あー、ごめんごめん、答えをどうぞって言おうと思ったんだ。わからないよね、ごめん。アップル。グレート、正解。メイちゃん頭いいね。やるじゃないメイ、そういうのそういうの。ブルー先生、リンゴの持ち方なんか変。よし、ネクストコーナー、クエスチョン、質疑応答の時間にします。クエスチョンっていうのは質問っていう意味です。だから何か英語でわからないことがあれば僕に何でも質問してください。何か質問がある人いますか。先生、 Where is Tiger？ タイガくんっていう子はここにはいないね。ブルー先生、 I love 可愛い子。それは質問でも何でもないよ。レイ、メイ、せっかくだから先生に何か質問してみたら。あの先生。はい、レイ、何ですか。イケメンって英語でなんて言いますか。あははは、面白い質問だね。そうだね、多分ナイスガイとか言うかな。じゃあブルー先生はナイスガイ先生ですね。それじゃあレイちゃんとメイちゃんはプリティガールだね。可愛い女の子って意味さ。ママ、この習い事したい。本当にあなた分かりやすいわね。まあでもブルー先生の授業だったらレイとメイしっかり英語覚えれそう。ブルー先生、今日はありがとうございました。レイとメイもすごく楽しんでたみたいです。それは良かったです。ぜひ入会の方お考えください。ブルー先生、また絶対来るね。 You are boyfriend。 OK、 待ってるよ。ブルー、授業終わった。お昼ご飯一緒に行きましょう。サナエ、僕のためにお昼ご飯待っていてくれたのかい。それじゃあ今日のランチタイムは唐揚げ定食とプラス君もだ。もうブルーったら外国の人は本当に大胆ね。ママ、もうここには来ない。ドリーム見れない。いろんな意味で習い事探すの大変。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタン、高評価もよろしく。ツイッターもやってます。概要欄にリンク載せてるからよかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで。明日も元気に頑張ろな。バイバーイ。